あの全文の醜さ、何ですか、立体。例えば、ね、ここにこの憲法を、ね、確定する、日本語で言えば普通ね、法律を決めるってのは制定ですよ。それからね、全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、恐怖と欠乏から免れ、ちょっとおかしな日本語だね。これはね、助詞の上等からやればですね、これは恐怖と欠乏を免れなの。日本語の助詞関東詞ってのは非常に大事でしてね、これ一つ間違うと全然その作品の印象、文章の印象も違ってくるんですけどね、これをね、全く無視した、この日本語の対応をなしてない、まあ、吉本流面の言葉じゃないけども、絶対平和というね、一種の共同幻想ってもので日本をダメにしてきたの。総理ね、それを考えてね、この憲法でできるだけ早期に大幅に変えてね、日本人のものにしていただきたい。